イタリア気贈曲作品45は、ピョートル・チャイコフスキーが1880年に作曲した還元楽曲。イタリア様式の伝統的な気贈曲風の作品である。現代は民謡旋律によるイタリア組曲。演奏時間は約14分、内し15分。チャイコフスキーは教え子であったアントニーナ・ミルコバと1877年の7月に、 結婚したものの、わずか3ヶ月のうちにそのまま離婚を迎えてしまう。離婚後は、かなりの精神衰弱に陥っていたため、気分転換のために、弟のモデストと共に、イタリアからスイスにかけて、旅行を始める。なお、イタリアへの旅行は二度目となる。ベルリンからパリを経由して、1879年末から1880年の4月にかけて、 イタリアに滞在したチャイコフスキーは、イタリアの風土、文化、芸術に魅了され、彼に多大な感銘を与えた。感銘が冷めないうちに、ローマで作曲の構想を練り始めたという。1880年2月に、フォンメック夫人に宛てた手紙の中で以下のように、語っている。私は数日前から、民謡の旋律をもとにして、イタリア起草局のスケッチを書き始めました。 この曲は輝かしい未来を持つであろうと思います。これらの旋律の一部は出版されている民謡集から拾い出したものであり、一部は街を歩いている時に私自身の耳で聞いたものです。1880年1月4日付の手紙より、同地で受けた印象をもとにスケッチを1月4日に行ったが、イタリアで完成されず、帰国後の1880年の5月15日に、 本格的に取り組み、同年の夏に妹のアレクサンドラが住むウクライナ地方の仮面下でオーケストレーションを施して完成する。初演は同年の12月6日にモスクワのロシア音楽協会の定期演奏会でニコライル・ビンシュテインの指揮によって初演され、かなりの好評を持って迎えられた。作品はカルル・ダビドフに検定されたメック夫人に宛てた手紙から見て、 そこで見分した様々な祭りや民謡などが第一部で使用、舞曲などのテーマがこの曲に盛り込まれている。この曲はチャイコフスキーの他の作品と比べて明るい雰囲気を持っているのが特徴的である。第一部冒頭、ファンファーレ部分のメロディ表記曲は5つの部分から構成される。ありがとうございます。